はい、皆さんこんばんは、サイデマンです。無双スターズやっていきたいと思います。皆さんね、いつも見に来てくださいましてありがとうございます。今回ね、仁王から金髪の侍、行こうとかなと思います。敵大軍の猛攻を受け、味方の拠点は陥落寸前。このかつてない危機についにあの侍が立ち上がった。今点点点びっくりマークっていうね、開示風のなんか書き方でしたけども、刹那様、ちっちゃい通があれば完全に開示風でしたね。刹那様、英雄様、お待ちしておりました。敵の猛攻を受け、拠点は陥落寸前。どうか味方をお救いください。分かった。だが敵は多数、力押しで勝つのは厳しいだろう。どうすればいい？お、ウィリアムなら、お前たちが正面で。二王からウィリアムなんですけど、ウィリアムの声って俺全く知らないんですよ。あの二王、あの2月のいくつかかな、先月か先々月ぐらいに発売されたんですよね。もう光栄から、お前たちが正面で陽動してる間に誰かが西から攻めるっていうのはどうだ。遠回りだが、その分敵の守りも薄いだろう。なんと、僕は大塚明夫さんであってほしいかな、声は。イメージ的にはね。あ、違うな、今の笑い方がからして違うな。俺はウィリアム、よろしくな。ウィリアムさんに前から力を貸してもらってたんだが、その結構いない時が多くて、他にも頼もしい英雄はたくさんいたからな。本当に危なくなるまでは好きにさせてもらってたんだ。だが少しばかり他の英雄にも興味が出てきてな。今回は俺も戦わせてもらうぞ。いや、これウィリアム絶対強いでしょ。いや、もう楽しみで仕方ないわけですけれども、今回使っていくキャラクターは、前回霞使ったんでマリーローズかな。血のバラ咲かせてあげる。はい、僕はちなみにこの中だとマリーローズが一番好きかもしれない。もう認めます、僕は。うん、ちょっと変わってると言われようが、構いません。僕はマリーローズが一番タイプかもしれない、この中で言うと。普通にウィリアムさんは西門からっていうね、普通に正統派で行くなら霞ですよね。敵の、城内の味方が倒れたらダメだと。ほうほうほう、英語喋るんだウィリアム。まあそうか。いやでもそういうの普通。俺はそういうの普通無視じゃん。そういうの普通無視じゃん。日本語化されるじゃん。ちょっと、まあまあいいか。英語喋るっていうのは意外だったな。普通に正統派なら霞なんですよ。うん。だから霞って答えるのが無難な回答だったが、俺はもう嘘はつかない。マリーローズを使った。待て、正統派だったら超運だよな。ちょうど敵に超運が出てるんだが、でちょっと色物が好きな人は超飛なんですよね。超飛好きな人ってあんまいないか、女性で。さあ来い、開け。うわ、これ開くとき怖っ。今針が今怖っ。開くときあっこに立ってた人死ぬな。大丈夫か。ちょっと待て、多分ね、落とされたゲームオーバーっすね。先客万来だなって言ってる。先客万来って英語でなんて言うのかな。ちょっと待て、遠いな、びっくりマークまで遠いな。ははは、はちょっと指示が分かりにくいぞ、英語だぞ。うわ、両夫か。まずい、両夫。覚醒してる両夫だ、これ。覚醒してる両夫。やっべ。覚醒力じゃないですか。やばい。無視する。ちょっと一旦無視よ。ああ、でもこいつ、あれか。目標なのか。じゃあやるしかない。頼む。もう防御力も上げよう。効いてないんだよな。ひるんでくれないんですよ。通常の霧で。
呂布確かにやばいな。うわ呂布やばい。コローカーの戦いを思い出した今。入ったか。一応入った。オッケーオッケーオッケー。一応無双入ってくれたな。確かに素手で女の子が呂布倒したら、なかなかやるな。貴様の顔よくやったお前ら。覚えておいてやろう。怖い怖い怖い。俺じゃないよ今の。ベンチの誰かがやったんだよ今。俺じゃないよ。さすが英雄さんだ。よし、怖すぎたな今の呂布。急いで町内の敵を蹴散らそう。 You're quite the warrior。 なかなかの手前だな。大川弱いでしょ。 Let me show you what I've got。 例の技打ちますよ皆さん。大人気の敵は両。そんな人気じゃないのかあれは。俺だけか。わ、指揮来た。あなたの呼ぶなら奴らまでお出ましか。このままじゃ挟み撃ちになる。ちょっと待て、鬱陶しい。スカオ連機も仕方ある。ない。ちょいちょいこのパート黙っていることがあると思うんですけども、英語を読んでおります。あのウィリアムのセリフを読んでおりました。待って、一人だけ応援してないやついる。左上のやつ。待て、全員基本応援してくれてるんですけど、左上のやつだけ応援してない。 OK です。これでだいぶブレイブ溜まったんで、だいぶ楽になりますよここから。上か。何？お、ついに動くか。こいつ化け物以上だ。みんな引け引け。いいね、先月出てきたゲームのキャラクターをもう無双スターズで出すっていう、なかなか奮発ですよね。光栄も。ちょっと技積極的に使ってます。玉木相当強いんでね。で連機技ももうないんで、これラッシュかけられるとまずいことになる。なんでちょっと勢いでも玉木倒します。でブレイブも向こうの方が上なんでね、回復とりあえずして。くそ、玉木、玉木毎回強いよな。刹那とか四季はそうでもなかったんですけど、玉木敵に回すとめっちゃ強いな。何やってくるか分かんないっていうのも一つのあれであるんですけど、雪村とかが相手だったらもう大体動きの動作は分かるんですけど。あー減りが悪いな。でもブレイブの差ですねこれ。全員でやればなんとかなるか。よくほどではないと思うんで、叩き潰す。玉木ちゃん悪いが、君を王にするわけにはいかんのだ。正直玉木ちゃんが王になって力を使って命を落とすみたいな、あれちょっと反対なんですよ。だからこの刹那側の方が僕しっくりきてる感があるんですよ。うまくいったな。玉木編の時は玉木死ぬのに戦わないといけないみたいなんで、すごい嫌だったんだよな。そこにちょっと感情をね持っていけなかったんですよ。どちらかというとファイナルファンタジーで言うとリュックとかティーダみたいな側だったんですけど、ウィリアムは大丈夫だ。ウィリアムと合流し指揮を倒すと。オッケーオッケー。精鋭分隊の名にかけてお前を止めてみせる。
ブレイブ低いんで、俺のが高いんで、もうすぐ倒せますよ、こんなやつ。はやぶさもそうですね。このステージって何、どっかのゲームのステージなんですかね。めっちゃかっこいいんですけど。前回やったあのリオのステージですよね、あれは。カジノっていうのは。ここも誰かの、ここ多分ニオのステージなんでしょうね。でもニオって俺戦国時代って聞いたんですけど、こんな西洋の城出てくるのかな。うまくいったようですね。こんな西洋の城出てくるのかな。As you see. So don't just stand around, lend a hand. The more of us, the faster it'll go. Okay. モノノフの魂。 Okay, come on, okay. GG と言ってやろう、わって瞬間に。ちょっと待って、雪村はね、ラッシュかけられれば、勢いでゲームオーバーに持ってかれる可能性が大いにあるんですよ。雪村油断できないですね。あの、動作はわかるんですけど、攻撃力がね、炎をまとってることが多いんで、突然めっちゃ削られるんですよ。まだ燃え尽きてはいない。ナオトラに構ってられない。オッケー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 。あとは指揮か。仁王絶対使います。次回パート、このパートで仲間になれば仁王絶対使います。仁王というかウィリアムね。仁王からのウィリアム、粘ってるかウィリアム。ちょっと回復技使っとくか。あ、グーは回復じゃないんですよね。大丈夫ですか。望まれを頼ってください。全員撃とう。今日はこれくらいにしといて。マリーの本気見せてあげる。これはやばい。体力が結構やばい。OK、ナオトラ撃破してブレイブ8になったんで、ここで四季いけるかな。だいぶ削ってるんですけど、あ、自動回復してんな。自動回復してる。あの、無双で思い出したんですけど、まあ、ガンダム無双ってあったじゃないですか。僕あれプレイはしてないんですけど、すごいね、ガンダムが僕すごい好きなんでやりたかったんですけど、っていうか1はやったんですよ。でそれ以降やってないんですけど。OK、 まあよろしくなってことで、うん、ウィリアムが仲間になりました。まあ、ガンダムのゲームとかもねやりたいなと思ってるんですけど、ガンダムはね結構僕は見てましたよ。ファーストから。ウィリアムさん、あなたの力はすごいな。精霊を使って見事に戦うなんてまさに英雄って感じだ。ありがとな。まあ、いろんなゲームね、やってるんで、まあ、どれかハマるものがあればねっていう感じのあれですね。拠点を取り戻せたのはウィリアムさんのおかげだ。ありがとう。よせ、俺は当然のことをしただけだ、英雄としてな。なんだって。いや、そんな驚くことじゃないでしょ。これから俺も真面目にやらせてもらう。あんないい戦いをするやつにみっともない姿は見せられないからな。だからこれからはよろしく頼む、刹那。ウィリアムがね仲間になったことにより刹那のハーレム計画が、頓挫したということで、あんなになんだとと驚いてたんでしょう。おそらく間違いなく多分そうでしょう。残念だったな刹那。ついに男性キャラクターが仲間になったぞ。ウィリアム仲間になったんで、次回パートウィリアムを必ず使います。どれほどの強さなのか、異世界のアイドルに行くか、あとこれ第6天魔王ですね、これ残ってるんで、キャラクターはね全員使っていくとお約束したので、全員使っていきます。また次回、まあ、すぐにアップできると思いますので、見に来てもらえたらなと思います。ということでお疲れ様でした。ここまでのご視聴ありがとうございました。